はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久しぶりに外でチャレンジメニューに挑戦してまいりました。今回挑んだチャレンジメニューがね、かなりの量だったのと、まあ久々だったんでね、ちょっと本気でフードファイトをしたいなと思いまして、全力で挑んでまいりました。なので今回の動画はちょっとね、飲食のマナーにそぐわない部分なんかも多々あるのですが、そのあたりはね、あらかじめご了承いただきまして、動画の方をご視聴いただければと思います。それでは本編の方へどうぞ。はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、濃厚豚骨ラーメン花房さんにお邪魔してまして、もうね、メニューは見えてるんですけど、このチャレンジメニュー、以前ねマックスさんとかも挑戦してるメニューなんですけれども、内容の方は茹で前ね 2.5 キロの麺、だいたいねこれ茹で後麺だけで 4.8 ぐらいになるみたいなんですよ、麺だけでね。で、具材はね結構乗ってて、おそらく多分6キロぐらい、おおよそ6キロぐらいの内容ですね。で、漬け汁の方が醤油、塩、魚介豚骨と、まあ、この3種類ありまして、でスープは簡易しなくてもいいそうです。挑戦の料金が3500円、で制限時間が45分、で失敗の場合はそのまま3500円のお支払いで、成功の場合は無料となるそうです。で、今日ね久々のチャレンジなんで、ちょっと本気でやろうと思います。なんでちょっと普段よりもお見苦しい部分とかももしかしたら出るかもしれないんですけど、そのあたりはご了承ください。はい、僕の方は大丈夫です。なんか掛け声いただければ。はい、はい、それでは用意スタート。はい、いただきます。よいしょ。はい、待って、麺ふっとうん、結構ね、もちもち系の香りのいいね、全粒粉麺使っております。よっ、ちょっとザッと入れちゃおう。これ、これがね、時間ロスになるんで、先に、あっつ、これこちら、まず醤油ですね。うん、あ、うまっ。醤油の方は、僕その魚豚系のイメージしたんですけど、結構ね、ライト目でうまい家系って感じですね。うん、ちょっと熱いんだよな、これ。よいしょ。よチャーシューやらけ、いいよ。うん、ネギが、うん、マジでとんでもなく量あるわ。
並盛りだとめちゃくちゃちょうどいいと思うんですけど、極太麺のねコシがすごくて、でもね、この量は顎ぶち壊れます。でこれ何でも並盛りだとめちゃめちゃこれうまいですね。この麺うまいな。そういう感触でございます。ちなみに残りも多分半分も切ってる。こんな感じ見えるかな。
遅にすみませんでした。2階があっもうなくなっちゃうんで一回ね5階の方に移りたいと思います。味玉めっちゃ入ってますね。びっくりした。ね、味玉めっちゃハードだわこれ。これね、難関かもしれない。
すり鉢は OK でございます。あと手元だけ、うん、重てお疲れ様でした。ありがとうございます。僕の手元の方では記録が、21分12秒かな。これ残り時間でございます。すごい。いや、久々のチャレンジめちゃめちゃ面白かったです。結構、漬け汁のタイプも湯膜はね結構張ってはいるんですけど、味はねそんなに塩分も濃くないのでライトめに感じると思います。だからこういう暑い時期とかでも食べられるような、食べやすいような濃厚系になってますんで、ぜひね気になる方は食べに来てみてはいかがでしょうか。ということで、はい、お腹いっぱいでございます。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。